こんにちは。仕事終わりの車中泊。網かけいっぱい。水くしようかな、一個飲み水。あんなくなったら飲み水使いたい。うんちゃん、お利口さんだね。ママさん食べてお利口さんだね。いい感じ。ジョーちゃん、あれこれは全然火が通ってなかった。焦げてなかった。下がこっちは焦げてる。磯京まで行ったら何もないでしょ。この海が綺麗。この前釣りしたとこ。涼しいね、本当。真っ暗。滑りそう。ね、ライブからすごい。こっち向いてたのに、さっきまで。違うかな。え、途中でなんかいいね。繋がんじゃん。滑りそう、こっち。かわいい。あれ悪いか分かんないけど、動いてるものに行ってきてる。ここだ、ソース。分かんない。もうお尻がさ、動きになってたよ。下がれ、これあれまっすぐの方。あ、そうなんだ。下比べたことないからな。待て待て、
るの怖いんだけど。うん、ここの郵便局大きいぞ。かわいい。ああ、なんだこのキョンは。お尻だけしか映ってねえじゃん、うん、これは却下。ああ、もうこのトンビもこんなちっちゃくなっちゃった、わかんないや、うん、もっと長野行った時に風景印もらえばよかったな。今度、アナンダさん行った時に風景印もらおう。という感じでスタンプを押してきました、もらってきました。まずね、このね、大原駅っていうところのスタンプがあるって聞いて行ったんだけど、なんかスタンプなくてもうなんか廃止されちゃったみたいで、そんで残念がってたら駅員さんがわざわざね、このなんかこのスタンプならあるんですけどということでね、スタンプを持ってきてもらいまして、なんかネットに載ってたスタンプじゃないんですけど、このスタンプ押せました。ありがとうございます。めっちゃ優しかった。そんでまあ乗車してないけど切符だけ買って記念に貼りました。こういうね、ちっちゃい可愛い JR の駅です。で御宿行って、この2つのスタンプを観光案内所で押せました。エビアミーゴ御宿はなんかね、海の砂が、海の浜辺の砂がすごい白くてサラサラで、月の砂漠って言われてるのかな、なんかそういう感じで売り出してました。あの貝とか、この砂漠に見立てたラクダとか、これは風景印郵便局で押してもらいました。このね、裸のこの女の人はなんか言い伝えがどうのこうのでね、説明の紙をもらったんですけど、どっか行っちゃったな。なんかね、なんかお話があったっぽいんですけど、こんな感じの風景印をしてもらいました。で勝浦行って、勝浦はこの風景印、貝とか海とか、このね、メガネ岩、この岩がね有名な岩みたいで、ちょっと行けなかったんですけど、車が、道が狭くて車が大きくて行けなかったんですけど、このメガネ岩っていうのが有名みたいで、それが風景になってるそうです。この理想郷っていうね、いっぱい歩きました。理想郷2時間6キロ歩きました。こんな感じで
なんかハイキングコースみたいになってて、いっぱい歩きました。暑かった。もっとね、涼しくなったらポンと一緒に行きたいなって感じで。このとんかつめっちゃ美味しかった。 YouTube にも載せたけど、そんな感じでした。なんかね、トンビとかね、タカ、トンビかな、がたくさんいてね、写真を撮りたかったんだけど、やっぱ生き物はね、難しいね。トンビもたくさんいたし、キョンっていう、なんか鹿みたいな、犬よりはでかい鹿みたいな、キョンが 今、千葉のね、この勝浦あたりでキョンがね、大量発生しちゃってて大変らしいんですけど、いっぱいいましたね。もう人慣れしてて全然逃げなくて怖かったです。何も襲ってきたりしないんだけど、もし襲ってきたらどうしようってね、やっぱ思っちゃいますね。こんな感じで。こういうね、写真がね、ちっちゃく印刷できるの知らなくて、セブンイレブンでできたので、やりました。なので、またね、いっぱい写真も撮って、あれしようと思います。貼っていこうと思います。はい、それで今は、カーディガンを編んでおります。三国真理子さんの前回ね、動画で載せた鳥とザクロのカーディガンはちょっとよく分かんなくなっちゃったんで、もう諦めようと思います。 あれをほどきたいんだけど、ほどくの大変そうだからね、どうしようかなって感じで放置してて、今は新しいカーディガンに行きました。これはもう袖分けは終わったんですけど、太い糸で編んでます。からもっこりしてて可愛いんだけど、これもでもね、なんか全然分かんなくて、袖分けまでは終わって、このジョストン陽子さんの、なんていうの、東風カーディガン、東風カーディガン、これは前ね、ずっと前にパターン買ってて、こんな感じのね、かわいいカーディガンなんですけど、でこのね、袖分けんとこまでは難なく楽しく編んでたんですけど、これポッケもつけるみたいで、ポッケを作り始めるらへんからなんか全然目数合わなくなっちゃったんで、もう一回ほどいて、でもポッケつけなくていいやと思って、もうこっから先はカーディガン、パターンを何にも考えずに パターン無視して、もういろいろね、なんか脇に模様が、この脇下に模様があったりするんだけど、もう訳わかんなくなっちゃったんで、もう普通にシンプルな練りやすい編みの編み地にしちゃおうと思って、もうパターン見てません。 もうここまでくればまっすぐ編めばカーディガンになるので、まっすぐ編んで袖を編んで終わりにしちゃおうと思ってます。やっぱね、ちょっとね、難しかったですね。鳥とザクロも難しかったし。
国さんのデザインをいつか編めるようになりたいですけど、なんかもうめげちゃってもう文章パターン、まあこれもね、これも文章パターンだけど、わかんないなと思ってもう諦めちゃってまっすぐ編んでんですけど、でもやっぱ文章パターンの方がね、わかりやすいからね。三国さんの本はたくさんあるしね、三国さんのパターンいっぱい編みたいのあるんですけども、もうやっぱなんか挑戦する気失せちゃって、しばらくはもう挑戦しないだろうなっていう感じで文章パターンの分かりやすいパターンでどん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 編んでいく方が楽しいから、もうなんかねえ、いつかは編み図も制覇したいところですけど、もうやる気がなくなっちゃいました。だからやっぱアミリスの本とか買おっかなとか思って、ラベリーのパターンとかアミリスさんの本とか買おうかなって思ってます。あとはそうですね、これもこれ可愛くね、紡げました。こちらは 50g で 250m くらい紡いだんだっけな、 200m 以上は紡げて、なんでフィンガリングよりちょっと細い感じで紡げました。めっちゃ可愛いの、わかりにくいか、こんな感じ細く紡げました。わかりにくいか、これもまだね、これはウールとコットンじゃなくてウールとナイロンコンのね、素材なので靴下を編むのにおすすめだと思います。これもお店で販売しようと思いますので、多分3000円ぐらいかなと思います。ちょっとこれは素材がね高かったんで、高いっつっても、まあでも素材が結構いいお値段のいい素材だったので、ちょっと3000円くらいでお店に並べようかなと思いますので、もしよければ見てみてください。インスタでちゃんとね写真撮ろうと思います。ちょっとここじゃ分かりづらいね、光が。こんな感じ。まだもうちょっとこれは素材もあるから紡げるので紡ごうと思います。かわいい、この辺とかなんか全然色味違うけど。で、金の羊さんでセールやってたのでたくさんね素材を買ったんだけど、まあちょっと全部白いウールで見栄えは全部同じなので、購入品紹介とかしても全然ねつまんないというか、全部見た目は同じものなのでしないけど、たくさん買いました。ウールとそうシルクとナイロンとコットンと何買ったんだっけ、そんな感じでいろんなリネン買ったりして、涼しげな素材をたくさんね買ったので、
ウールに混ぜて涼しげな糸もね作ろうと思ってます。もうね細い糸は紡げるようにちょっとなってきたけどね、太い糸がね、太い糸を均等に紡ぐのもそれまた結構難しくて、太い糸が紡げたらね、広瀬みどりさんの出してた、新しく出してたカーディガンとかもね、まあ、見たいなと思うんだけど、穴ぼこがいっぱい、穴ぼこがいっぱい開いてるカーディガン。最近はさ、このね、手帳も楽しんでて、さ、休みの日はだいたいどこにもね行かないで、私ずっと編んでるのが好きだから、もうどこも行かなくていいわと思ってたんだけど、やっぱどんどんねこれ溜まってくるとね、スタンプ押しに行きたくなっちゃって、ちゃんとシールとかも貼ってね、可愛くデコレーションしたりして、スタンプ集めに行きたくなっちゃって、編み物がねはかどらない、編み物とか紡ぎが。でもまあだいたい助手席に座って編んでるんだけど、まあ、そうねやっぱ助手席とか車の中だと模様編みがすごいいっぱいのやつはね、集中できないから揺れるし、なんかメリヤスだけのものでなんか編んでるんですけど、編み物もしたいしさ、スタンプも集めに行きたいし、もう大変なの。そんでお菓子も作りたいし、ケーキもね作りたいなって最近思ってるんだけど、ケーキ、ショートケーキのね作ってみたくって、動画はいっぱい見てね、もう予行練習は終わってるんだけど、何回もショートケーキのホイップをこうヒュ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 ってやったり、ホイップをこうなだらかにケーキに、なんていうのあれ、ケーキになだらかにつけるホイップで、あれをやったりしたいんだけど、あんまりねケーキはね、ショートケーキはあんまりね食べないんだよね、私も旦那さんも。食べてくれる人がいないしね、さすがにショートケーキは誰かに渡せるほどの見栄えにならなそうで、どうしたもんかなって思ってんだけどね、ショートケーキ作ってみたいんだよな。ケーキも作りたいし、この前米粉でマフィンを作ったらめちゃくちゃ美味しくて、米粉ってこんな美味しいんだって、しかもなんか小麦粉よりお腹にたまる気がします。気のせいかな、小麦粉よりお腹満足感があって美味しかったんで、これもなくな、米粉のねお菓子もハマってます。だからもうね、ほんとね趣味がいっぱいすぎてやばい。このスタンプを押しに行くっていうのはねどんどん近場のねものは制覇してちゃうから、どんどん東電になっちゃうっていうか、どんどん近場から攻めてってるんで、次のスタンプはもうちょっと遠くに、次のスタンプはもうちょっと遠くへってなっちゃうとね、なかなかね時間かかりますからね。
でもいろんな駅にスタンプがあるの知らなかった。私なんか道の駅はスタンプが置いてあんなってなんかねなんとなく分かってたけど、まさか駅もまあ全部の駅にあるわけじゃないんだけど、ちょっと大きめの駅とかあの観光地になってる駅はね、だいたいスタンプが設置されていて、びっくり。そんであの初めてねあの郵便局の風景印もね押してもらったんだけど、これもさめちゃくちゃ優しくて、風景印初めて押してもらって、なんか勝手がよく分かんなかったんだけど、この切手を買うと風景印をしてくれて、この切手は63円だっけ、60何円以上の切手を買えばあの風景印をしてくれるんだって。もうめっちゃ綺麗に押してくれて、やっぱりねプロだからね、郵便局の人は超綺麗に押されてるよね。かわいい。こうやってね全部ねあのこの今回行った郵便局はねすごいゆったりした時間が流れてたんで、もうね郵便局の人が手取り足取り教えてくれてね、あそこの郵便局とあそこの郵便局とあそこは風景印あるから行ったらいいよとか言って、でここら辺はこれが観光だからつってね、パンフレットもなんかいっぱいくれたりして、あのねすっごいいい郵便局の方と駅員さんと、やっぱなんか田舎はねあんまり人がいないっていうか、ゆったり時間が流れてるもんだからみんな優しかったです。これなんかもうさ、東京とか行ってスタンプどこにありますかってなんか聞けたもんじゃないっていうか、なんか東京ってみんなもうさ、東京とか新宿とかはもうみんな迷子になっちゃってて、駅員さんとかもひっきりなしにあの人に呼ばれてるから、外人さんとかもいっぱいいるしさ、だからなんかのんきにスタンプどこですかってあの聞けるような雰囲気じゃないっていうか、でもいつか東京駅にも行ってスタンプをしたいんですけどね、東京とかでなんかあの聞くの怖いなって思ってんですよね、みんな忙しそうだからせかせかして。でも東京とか上野はパンダのあのハンコがね上野駅に置かれてんのかな、わかんないけど、なんか上野駅のハンコはパンダになってたりするんですよね。でその土地で美味しいものを食べて、その美味しいものも写真貼っつけるっていうのがもう私のノート私のノートは美味しい可愛いノートにしたいんで、食べ物の写真も必須。やりたいことと楽しいことが多すぎるね。カーディガンも結構ね、これで3着目かな。
4着目か、4着目のカーディガンだ。カーディガンは重宝するからいいですよね。カーディガンも可愛いパターンいっぱいあるし、セーターもいっぱい、あの過去に買ってるんで、パターンをラベリーの購入したページからあの選びたい放題あるんですけど、これが終わったら次はセーター編みたい。そんで次あの編み替えをね、編み替えを7月の最初の木曜日にやりたいなと思ってるんですけど、ちょっともうねお知らせがギリギリになっちゃったのであんまり来ないかなあの前回みたいにたくさんはいらっしゃらないかもしれないけど、7月4日の木曜日にまたやりたいなと思いますので、もしお時間ご都合合う方はまたね来ていただけたら嬉しいです。はい、まあこの鉄脱ぎの糸とか染めた糸またあの用意しておこうと思いますので、次はね何米粉のマフィンを作ろうかな。米粉のマフィンがね結構美味しかったんで、米粉のマフィンとか米粉のキャロットケーキとか用意できたらなと思います。なんかちょっとお腹にたまる美味しいおやつ、この前ねあの結構みんなずっと喋っててあの私のねお菓子だけで、お昼おご飯タイムとかなくて、あの私のおやつ食べて時間を過ごしてもらった感じだったので、米粉のおやつでちょっとお腹を満たしてもらいながら編めればなと思うんですけど、米粉のなんかお菓子をね作ろうと思いますので、もし手作りのおやつ抵抗ない方は食べていただければな、食べながら一緒に編んでもらえればなと思います。ポンちゃんがいても大丈夫な方と動物アレルギーのない方でよろしくお願いします。緊張してこれ行こうか迷ってるけどね緊張するなって方は、私が多分一番緊張してると思いますので安心して来てください。来てもらう方はねみんなね私のことを知って来てくれると思うんですけど、私はみんなと初対面というか初めまして状態なんですけど、みんなは私のことね知ってくれてるからなんか初めましてな感じしないってね言ってくれるんだけど、私はみんなと初めましてな感じでね接しちゃうので、私が一番緊張してますから、緊張しないで来てもらえればと思うけど、まあ緊張しちゃう方はまた次回でもいいし、いつか気が向いたら、気が乗ったら、来てもらえたら嬉しいです。結び目がね、いっぱいある。なんかね、すごい猛者、まあ猛者はね、いると思うんだけど、猛者、のような話はしないというか、これあんだよどやみたいな話も特にしないし、
なんかパターンの名前とか糸の名前とか私も全然わかんないけど、楽しんでおしゃべりできるので、もしよければ遊びに来てください。これはウールボックスっていうね、正月に15玉1500円とか15玉なんか安売りしてたやつ、これジョイフル本田で買ったんだよな確か。それをね2本取りでカーディガン編んでるんで、もう結構太い糸であったかいモコモコのカーディガンができる予定なんで、これ完成してもいつ着れんのって感じなんだけど、完成してもなかなかね、まだまだ着れないんですけど、冬を楽しみに編んでおります。私結局ね、サマーウェア、サマーニット結構去年も編んだけど、もう全然着ないってことが分かったんで 私やっぱ T シャツが好きみたいなんで、夏は。なんか多分もうサマーセーター編みませんね、私は。夏もウールで遊ぶと思います。紡いだり、ニットを編んだりして。夏は T シャツで過ごします。でも靴下だけはね、夏でもずっとウールの靴下履くと思うな。クーラーガンガンで足元寒いので、夏でも。こんな感じでございます。7月最初の木曜日、またコミュニティにも、出そうと思いますが、7月最初の木曜日、またぜひぜひ遊びに来てください。それでは、そんな感じでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。